そしてこのスティーズと対するのはレペゼンファンデーションクルーからビーボーイローブローさあ泣いても笑ってもこれが最後のバトルです。ビーボーイスティーズ、ビーボーイローブロー両者中央へ。ファイナルも3ムーブ1与えられたムーブは3つずつ。さあその3つのムーブに全ての思いと汗と血を込めて戦ってください。戦う準備はできてますか？5人のジャッジ準備はできてますか？ DJ マッキー準備はできてますか？川崎準備はできてますか？いきましょう、レッツバトル。泣いても笑ってもこれが最後のバトル。レッドビジュアルジャパンサイファーファイナル、出てくるのはビーボーイゴーゴモテるだけの3ムーブそれぞれ出しました、ぶつけました。さあでもこの2人の勝者を決めなくてはなりません。
レブンビッシュワンジャパンサイファー勝者となってラストチャンスサイファーへ進む1名をこの B-Boy リオフロー B-Boy スティーズから5人のジャッジに決めていただきましょう。運命のジャッジメントタイム。レブンビッシュワンジャパンサイファー勝者は3, 2, 1、ジャッジ B-Boy Steve! 恐怖のロボットオブナッシュ。さあ、勝者には勝者のそして、ロッドブルーレブミッションサイファーサイファーファイナルを制したのはビボティー。さあ、当社のステージに一言コメントをいただきましょう。地元川崎、いろんな思いがあったと思いますけど、ビボティーいける？お疲れ様でした。30歳の規制ですね。まあ今回ちょっと川崎っていうこともあって、まあ、今までよりかはちょっと頑張って今日の日をに向けて準備を一応自分なりにはしてきて、まあ、結果こういう形になったので、まあ、ファイナルでもファイナルではまあラストチャンスタイプがあるので、まあ、そこでは恥がないよう頑張りたいと思います。ビーボイスに大きな拍手。さあ皆さん、今日一番の大きな拍手と歓声をください。勝ち名乗りをさせていただきましょう。レブビッシュはジャパンサイファー、ウィナーはビーボイスティー。イエーイ。ビボティー、大きな拍手。そして皆さん、今日出てくれた全てのビーボーディーガール、そして今日全てのバトルをジャッジしてくれた5人のジャッジ、そして今日1日 DJ をしてくれた DJ マスキー、そしてエキシビジョンバトルに出てくれた3人のビーボーイたち、全てに大きな拍手をお願いします。レブビッシュワンジャパンサイファー、これにて終了。